鈴木九五郎8月22日から1943年8月16日は、明治後期から大正期にかけての株式相場し、日露戦争激期で記録的な巨万の富を得たが、株の暴落によりわずか2年で全財産を失った。現在、何々、成金と人々が言い始めたのは、鈴木九五郎の破天荒な大儲けが講師だった。通称、鈴木九。 衆議院議員も務めた、埼玉県北葛飾郡八丁目村に、鈴木九五郎は、酒造業六代目、鈴木兵衛門の次男として生まれ、五代目、鈴木兵衛門の弟、中村製造の下で、築地商業学校を卒業、実刑の七代目平衛門が八百九十七年、埼玉県南埼玉郡越谷町に、鈴木銀行を設立し、1九百三年度、 銀行総貸支店長となった。後、西起動海外の経済状態の視察中、日露戦が始まりそうであることを、香港で知り急遽帰国して、株の買い占めをはじめ、日露戦争中の1904年、株売買で大儲けをしなり金の時代の長寿となった。中でも、金棒の株をめぐり、神戸の家境、呉金堂とのして勝負は、東京取引所創業以来の凄まじい工房戦だった。 この年に東京市日本橋区小網町に鈴木銀行東京支店が開設されたが1905年に日部屋焼打ち事件で株は暴落したため鈴木九五郎は東京支店の預金を使い株式の運用に当てた当然鈴木銀行東京支店で取り付け騒ぎが起こった時は味方にしたのか株式市場の株価は上昇した1906年東京市日本橋区株都町に 株中街店丸吉を開業、滝沢義三郎を店主に置き、株式証券会に乗り出した。手始めに東京鉄道株を大量に買い占めた後、株式取引所株を買い占めるため、日の絵馬会を組織し、増資に成功した。日本の三大産業だった、製党ビール、宝石業界への進出をもくろんだ鈴木は、手始めに日本製党株を買い占め、 日本政党株式会社役員を辞任に追い込み、自ら監査役に就任し、大日本政党と社名を変更させた。他、方向石油、日本旅壺の核取締役を兼ねた。時折しも1906年に一路戦争特需の大相場で大当たりを演じ、彼の資産は、現在の貨幣価値で500億とも1000億に達したとも、噂され、1907年の正月は、 鈴急のために来たと歌われたほどであった。だが、大阪株式取引所は正月明け早々から、バブルの反動がやってくる。株価は、年初の775円から年末には92円まで88%、暴落した。この下げ相場で買い方に回った鈴急は、全財産を失い、巣鴨の家賃4円50銭の借屋に移り住む。ちなみに、この下げ相場で売り方の先頭に立ったのは、 野村証券の創業者、野村徳七で、この時気づいた資産が、後の野村財閥の基礎となった。1908年群馬県高崎市選挙区から中央クラブに所属し、衆議院議員に当選し一期務めた。中国の孫文はじめ、大隈重信、犬飼武史、桂太郎ら政界にも、交友うう関係があった。明治期を代表する伝説の相場師として、 株都庁界隈で語り継がれている。晩年は、政界、経済界から尻きひっそりと余生を過ごした。戦時職故い1943年8月16日、大阪で成居、去年66、ありがとうございます。